おととしに歌手、浜崎あゆみとの、交際で話題となった、元バックダンサーのマロこと内山、マロカ、30、が29日、関西テレビのバラエティ番組、高人胸いっぱい、に、出演し、交際当時のお金の支払いなどについて、振り返った。番組では、浜崎がアメリカ人医学生と、結婚したことに触れ、デートの時はどちらが支払いをしているのか、話題に。そこで MC の大平三郎が、内山に聞くと、僕が払えないくらいの金額でしたから、多分、10万円とか、何のワインかと思って、値段を、見たら払えないなと、僕は全然払ってないです、と、交際当時について語った。飛行機での移動はファーストクラスだったという、浜崎が支払ってくれた時は、ありがとう、ごちそうさまは絶対に言ってました、とも、話した。アメリカ人との結婚については、早いなと、思った、としつつ、おめでとう、と改めて祝福した。しかし、三郎から、ちょっと浜田、浜崎が、自分のことを好きだと思っていた?と聞かれると、まあ、ちょっと、と未練があったことを認めた。おととしに歌手、浜崎あゆみとの、交際で話題となった、元バックダンサーのマロこと内山、マロカ、30、が29日、関西テレビのバラエティ番組、高人胸いっぱい、に、出演し、交際当時のお金の支払いなどについて、振り返った。